どうも皆さんこんにちは。現在台湾の金東に、住んでます志保一生と、申します。金東に来る前、金東に来たのは、今年の11月28日に、金東に引っ越してきたんですけど、その前は、埼玉県に、住んでました。はい、これからちょっと演奏ありがとうございます。三味線を弾くんですけれども、三味線を持って、福島県の方にも、何度か、足を運ばせていただきました。まさかね、金東に住んでて福島の、子供たちに会えるとは思ってなかったので、すごい嬉しいです。皆さんに台湾ですけど、日本の音楽なかなか日本でも聴くチャンスが少ないと思うので、楽しんでいただければなと、思います。よろしくお願いします。
あ